はい。で、次、ビタミン B6 ですね。はい。はい、こちらは、まあ、タンパク質の、代謝に必要なので、プロテインを取っていたりとか、まあ、タンパク質を多く、取っている方というのは、必然的に普通の方よりも、このビタミン B6 の摂取量も多く、取る必要が出てきます。なるほど。ビーレジェンドプロテインには入ってますもんね。そうです。ちゃんと入れてます。ね。はい。そういうことですね。まあ、効率よくタンパク質が、代謝されるために、必要ということになります。なるほど。タンパク質、トレーニーの方とかって、まあ、たくさん摂ると思うんですけれども、もしね、その体の中に必要以上の、まあ、体を合成するタンパク質量以上のタンパク質を摂った時というのは、うん、そのタンパク質というのは、エネルギーとして使われるんですね。はい。なんですけれども、それがエネルギーとして使われるときにも、このビタミン B6 が使われるんですが、うん、このビタミン B6 足りていないときには、それがエネルギーとして使えないので、まあ、脂肪として溜めやすくなってしまうということもあるので、うん、やはり、プロテインを摂って、そのタンパク質を多く摂っているという方には、本当に意識して摂っていただきたい栄養素になります。はい。何に多く入っているんですか？こちらは、まあ、魚とか、はい、あと、まあ、レバーですね。レバー。とか、あと、バナナとかにも入ると思う。バナナ。バナナ食べやすいですね。そうそう、トレーニング前とかはね、食べやすいですもんね。あとは、葉酸と、葉酸。ビタミン B12 ですね。なんのこっちゃって感じですね。葉酸とかあんまね。そうですね。ね、そこまでちょっと意識する方少ないかと思うんですけれども、うん、この葉酸と B12 は、主に赤血球を、作るときに必要になる、そういう栄養素になるんですね。で、まあ、赤血球って、運動選手にとってすごく、重要なんですけれども、まあ、酸素をね、体に運搬したり、栄養を、体中に行き渡らせるために赤血球って使われるんですけれども、なので赤血球が、しっかり作られないと、スタミナ不足になったりとか、疲れやすくなるっていうことが起こるので、まあ、よくね、鉄はすごく重要だっていうのと同じように、赤血球を作る材料になるので、こちらもすごく重要になります。で、まあ、こちらの、まあ、何に多く入ってるかって言いますと、まあ、こちらもレバーにね、やっぱ多く入ってるんですね。レバーめっちゃ出てきますね。そう、レバーってすごいんですよね。あと、葉酸の場合は、緑の濃い野菜に、多く含まれてます。で、葉酸が多く含まれてる緑の野菜は、はい、モロヘイヤとか、あと、ほうれん草とか、ブロッコリーですね。あ、なるほど。はい、結構トレーニーが食べてそうな。で、まあ、ビタミン B12 には、まあ、牛乳とか、ホルモン乳製品とかにも多く入ってますね。なるほど。そして最後、ビタミン C ですね。うん、まあ、ビタミン C は、まあ、免疫力をね、高めるために、使われたりするので、まあ、試合前とか、体が疲れている時とかって、やっぱりビタミン C 消耗しやすくなりますので、そういった時に意識して摂ることによって、体調崩しやすくなって、まあね、万全な状態で、大会の当日迎えられたりとかっていうことにもつながりますし、あとはコラーゲンの、生成にもビタミン C というのは必要になります。で、コラーゲンというのもね、まあ、タンパク質を構成する材料であったりですとか、まあ、体が、ね、スムーズに動くために、まあ、関節ですとかね、そういったところにも使われる成分になりますので、まあ、丈夫な体が作られやすくなるという点でもビタミン C というのは重要になってきます。ビタミン C が多く入っている食べ物といえばレモンと言いたいところですけど、うん、でもアセロラ。あ、そうです。アセロラジュースすごい入ってるですよね。確かそう、よくご存知。はい、はい、そうです。あとは、まあ、柑橘系の果物、はい、まあ、100% 濃縮還元のジュースでもいいですし、あと、キウイフルーツとかじゃがいもとか、はい、にも多く入ってます。ビタミン C は、うん、ビーレジェンドプロテインは入ってますですよね。はい、そうですね。ビーレジェンドの WPC シリーズ全部入ってますね。ますよね。はい、ちゃんとだから B6 と C はしっかりと入ってるってことですね。はい、そういうことです。なるほど。ちなみにですね、今いろいろとそれぞれのビタミンが多く含まれる食材をお話しさせていただいたんですけれども、うん、まあ、ビタミンって結構まんべんなく取るのってやはり食材をね、品数多く食べないと取りづらいっていうところがあります。
なのでね、まあ、意識して、ちゃんと食事、3食の食事をしっかり品数多くとっていただくというところが重要なんですけれども、まあ、場合によっては、例えば海外に遠征だとか、一人暮らしをしていて、まあ、あまり食材買えないですとか、うん、そういった場合にはですね、こういったビタミン&ミネラルですね、のほとんどの、まあ、ビタミンとミネラルが取れるという、ものもございますので、やはり食事が一番ですけれども、まあ、取れないよりは、絶対取ってもらった方がいいので、こういったサプリメントを、上手に使っていただくことも、バランスよく体づくりをするためにも、重要になってくるかと思いますので、ぜひお役立ていただければと思います。ビーレジェンドのこのビタミン&ミネラルのいいところは、含有量っていうのがすごく高いんですよね。もちろん、ね、入っているって言える商品はたくさんあると思うんですけれども、やはり含有量が少ないものとか多いので、まあ、そういった中ですごく1日に必要な量というのが満たせるだけ入っている量入れてますので、うん、そういったところもすごく、いい点じゃないかなというふうに思います。それでは今日は、まあ、ビタミンについてお話しさせていただきました。まあ、ビタミンもスポーツや、トレーニングをする上ですごく重要な栄養素だということを、お話しさせていただきました。はい、それでは、次回はミネラルについて、お話ししたいと思います。はい、今日の動画が良かったと思っていただいた方は、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。